鹿児島県道35号、長吉入里佐鹿児島線は、鹿児島県日置市吹上町長吉を起点とし、鹿児島市入里佐町を経て、鹿児島支部3丁目に至る県道である。日置市吹上町長吉より、松本中学校までの区間は、全体的に交通量が少ないため道路整備が、他の区間よりも遅れており、この区間のほとんどが、歩道は、整備されていない。 松本中学校より春山町までの区間は交通量がとても多く、この区間は松本中学校の生徒が自転車通学の通学路として利用されているが、歩道の整備はされていない箇所が多い。また、この区間は日置市から鹿児島市内への通勤ルートとしても利用される。春山町より山田交差点までの区間は鹿児島県道215号。 小山田谷山線との重複区間となっており、交通量が多く、高徳寺台北口交差点付近の慢性的な渋滞が発生している。田上町より部長交差点までの区間は、市街地区間にあり、渋滞が発生している。また、鹿児島本線のアンダーパスである白毛平トンネルは、新川よりも低い位置にあり、20センチメートル以上の冠水で通行止め規制が行われる。 県道35号の終点となる部長交差点、長吉郵便局前から起点方向を望む現在の県道35号の路線は1882年の鹿児島県知事で確認できるものとして、現在の鹿児島市山田町から旧松本町までの区間が移住院王館として離道一等に属していたとされる。 1920年に上井住院村大和入里佐から、鹿児島市が、県道入里佐鹿児島線として認定され、1926年に、上井住院村大和入里佐から長吉、村大和駅基地にあった南札鉄道枕崎線の、長吉駅までの区間が、県道入里佐駅地停車乗線として認定された。1958年に、この二路線のうち県道298号、 長吉停車場線として認定された、県道6号鹿児島伊住院枕崎線から、長吉駅までの区間を除く、全区間が、県道205号、長吉入佐鹿児島線として認定された、春山交差点。右方向が、県道210号、左方向が、日置湖域農道。ありがとうございます。